最初はね、小さくてもいいです。こんな大きくこんなやんなくていいんで、最初はほんのちょっと自分のペース、人に言われてもっと大きくとかじゃなくて、自分がやりやすいこのぐらいでいいので、もう小刻みでこのぐらい軽くでいいので。いい年こいてダンスやってるアズと申します。本当は今日はFacebook で回ってきたバトンの撮影だけのはずだったんですけども、なんかめちゃくちゃ時間余っちゃったもんで、2ステップをじゃあ2ステップじゃない、なんだっけ、ルーズレッグス2ステップの続きのルーズレッグスをレクチャーします。前回やった、2ステップこれですね。1,2,3,4 で、その後に、こっそりアップした膝抜き、ドドンドドン。2ステップに膝抜きつけるともうそれがルーズレックスになってしまうんですけども、まずじゃあ、どうしようかな。まず、どっちの足でもいいんですけど、僕はじゃあ一応右足からいきます。右足出して、その時こっちの足が上がります。1、まずこっちの足をついた時にこっちが上がります。で、今度こっちの足がついた時にこっちが上がります。1で、今度かかとをつけます。かかとで、かかとついたら膝抜き、ドドンですね。ドドン。膝抜きわからない人は前回の膝抜きを見てください。1,2です。1,2で、ダウンを取るときはダウンを取る場所は偶数のカウント、合ってる？あ、違うね。ダウンのリズムを入れるところは最初に出したときとこのかかとをついたとき、1,2、この1と2、かかとをついた時がダウン。1ダウン、膝抜き、1ダウン、膝抜き。膝抜きはまあ後ろからこう膝カックンされたような、1,2で、ちょっと説明下手ですね。前ついてかかとで、次はこのかかとついてる足をかかとこっちに向けますね。まあこれは前回2ステップと同じなので、わからない方は2ステップ見てください。で、反対も同じ、3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,4,4ですね。後ろ向きもじゃあ一応1,2,3,4,5,6,7,8。じゃあ横向きも1,2,3,4,5,6,7,8で、手は2ステップの時に説明した片手で8の字を描く。まあ形も本当にこれ初めてやる、全くやったことない人がこれやるともうわけわかんないと思うんで、一個一個できるとこからやってください。まず足だけとか、そう、手なんかつけるともうわけわかんなくなっちゃうんで、まずしっかりこの足の形を覚えて、で、ダウンのリズムだけはすごく重要なので難しいんですけども、ちょっとね、ダウンだけはしっかり入れてください。ダウンやらないともう本当にこうただつまんないです。これじゃせっかくねステップの形できててもリズムがないので、そう、しっかりこうリズムを入れてあげることでダンスっぽくなるので、そう、ダウン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 、かかとついた時にダウンで、その後にこう
膝抜き入るので、ちょっとそこがね、最初難しいと思うんですけども、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。とりあえず、ルーズレックスはこれで完成になると思います。この形が、まずしっかり足の形ができて、で、ワンとツーのとこに、ワン、ツーのとこにしっかりダウンが取れれば。で、まあ、手はね、できる、最初は、この足と手同時に動かすっていうのはちょっと、難しいと思うので、手はおいおいやるということで、とりあえず、足と、このしっかりダウンのリズムだけ取れれば、とりあえずもうこれでルーズレックスは完成だと思っていいと思います。で、ここから、かっこいいルーズレックスに、ここからちょっと上級向けになります。前にも言いましたけども、この、とりあえずじゃあ前乗り、アップの前乗り、バスケットボールをこうシュートする、この形。そう。軸はここですね、膝。膝から上はまっすぐ。膝を軸に、このように、後ろ行ったり前行ったり。ちょっと頑張って、このリズム入れながら、ルーズレックスをやってみましょう。まず、ワンの前に、一回、後ろに軽くのけぞってください。ワン。ワンの時に、こう、体が前に出る状態。一回のけぞって準備してから、ワン、ツー。もう一回、二回目が出ますね、ここで。まず、ワン、ツーだけ。ワン、ツー。ワン、ツー。スリー、フォー。このね、前乗り。僕ちょっと癖でこのフォースのリズムが入ってしまうんですけども、フォースは難しいです。最初はこの前乗りでいいです。ただ、後ろに、ドン、前、後ろから前に、ドン、ドン、オ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 ン、こういう感じ。これが前乗り。前乗りで、とりあえず2回前に出る。で、足は、1、2。もう一回いきます。1、2。これと同時に、1、2っていう風に体を前に出す。とりあえず片方ずつ練習しましょう。一回最初のけぞってから、1、2、3、4、5、6、7、8。一回一回ね、こう体をね、前、前、1、2、3、4、5、6、7、8。簡単じゃないです。簡単じゃないですけど、別にこれルーズレックス前乗り別に入れなくたっていいんですけども、まあ一般的なルーズレックスはダウン、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 ダウン。これでもいいんですけどね。まあね、1ヶ月とか長い時間かかっちゃうかもしれないんですけども、前乗りのリズム入れられるともう本当に自分で踊ってて、楽しいんで、あ、俺すげえ、めっちゃ踊ってるって感じが、こう、すごいこうね、体の中からリズムが感じるので、これちょっとぜひ、最初ね、小さくてもいいです。こんな、大きくこんなやんなくていいんで、最初ほんのちょっと、自分のペース、人に言われてもっと大きくとかじゃなくて、自分がやりやすい、このぐらいでいいので、もう小刻みで、このぐらい軽くでいいので、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、フォー、軽くね、この前乗りのリズムを入れられるようにすると、すごくダンスが楽しくなると思います。以上。じゃあ、ルーズレックスの説明でございました。ご視聴ありがとうございます。